はい。レンガ橋。ちょっと読めないですね。レンガ橋というものがあるらしいので来てみました。これかな？これですね。あった。土木学会選奨、土木遺産、小山碑文。小山碑文でいいんですかね。こんな感じ。反対側はどうなってるんでしょうか。はい、橋の反対側。同じような感じかな。レンガ積みの橋ですね。近くにあった橋から見てみます。と、こんな感じ。はい、今度は川の反対側。こんな、ね、歴史上の建造物の上に、じゃんじゃん車が走ってるわけですね。から降りれますけど、何かあるんでしょうか。まあ、あんまり美しい景色とは言えないですが、木に隠れて。レンガ橋が見えますね。こんな感じでしょうか。はい、栗山排水塔、千葉県松戸市、土木学会選奨土木遺産、
登録有形文化財ということで、昭和12年建設ですね。現役の排水塔だそうです。こんな感じで、残念ながら立ち入り禁止ですね。栗山排水塔と書いてあります。立ち入り禁止です。なかなか色使いもいいですね。天井がね、なんか丸い造形で、なかなかレトロな感じですよね。から見たところですね。こちらが排水の浄水かな、浄水の施設でしょうかね。後ろからはこんな感じですね。はい、では一旦戻ります。